次のニュースです。大晦日を祝い、全国各地で花火大会が開催されています。赤い大きな花火が大会の幕開けを告げ、小雨の中合わせて10万人の観客が会場に足を運び、会場での絶景を楽しみに待っています。会場である港全体も美しくライトアップされ、花火が添える彩りを待ちわびているかのようです。今回は前例にない規模を誇っており、23分間で3万発以上の花火を打ち上げ続ける予定とのことです。一方、各家庭では花飾りやランタンの明かりを楽しみながら、どうしました？今年一年を尽くし、休暇中にすまない。新年を迎える準備をしています。本部からの緊急任務だ。各隊員に調査任務が発令された。位置情報を受け取り次第調査に向かえ。はい、現場の状況は？ニュースの通りだ。我々の衛星も異常気象を観測した。想像以上の事態に発展する可能性がある。了解。最寄りの飛行場に連絡を。すぐに出発します。シア、現場に複数の軍事組織の展開を確認している。十分に注意してくれ。了解、また連絡します。緊急速報です。本市から20キロ離れた上空で異常気象が観測されました。それに伴い花火大会は中止となります。市民の皆様も外出を控えてください。シア、前線からの情報によると、林将軍の部隊が現場に到着したようだ。林将軍？ SAI のトップだ。技術面なら、我々 SRO さえも凌駕すると言われている。奴らが現れたとなると、この事件、何か裏がありそうだな。フライト座標を固定した。10秒後に指定区域に到着する。指示に従い、ワープドライブを起動しろ。3、2、1、起動。高架支店付近に林将軍の先遣部隊が確認された。ウェイクを応援に向かわせた。合流しろ。しかしブラックホールに関しては資料が不十分だ。お前の調査にかかっている。衛星の情報によると林将軍の部隊はすでに上陸している。注意しろ。そちらの座標に向かっている。状況は？まあ順調よ。
了解。また連絡する。シア、ブラックホールに異常は？山を一つ飲み込んでしまいました。こちらの雨を降りたが異常はありません。質量が大きいほど時間の流れが遅くなるのが相対性理論だ。となるとこのエリアの時間は数時間前に固定されたはずだ。複数の敵がそちらに向かっている。了解。不安定でお前の信号が確認できない。ウェイクが座標近辺に到着しているはずだ。彼を頼れ。了解。現在ブラックホールに向かっています。林将軍の部隊は数が多く接触する可能性があるため時間がかかる恐れがあります。了解。何かあればすぐに報告しろ。
長官、炎上する旅客機が頭上を通過しました。衛星の情報によると、そのエリアは強い電磁波の干渉を受けている。注意しろ。村が水没していて、水中に高圧線が残っています。どうやって向こう岸に渡れば。うん、お前の動力装置には粒子ワイヤーの射出機能がある。機能を遠隔解除するので、しばらく待て。敵船が接近している。船体の方向が薄い。沈められるだろう。降りた先で臨床軍の先遣部隊が確認できるはずだ。船長官、敵の数が多すぎます。問題ない、ウェイクが援護する。ウェイクの信号弾。そうだ、敵が信号弾に注目している。今がチャンスだ。了解、すぐに片付けます。シア、戻しろ。何があった。シア、ここはどこ。こいつらは。船長官、船長官、聞こえますか？通信が切れたみたい。
どうしよう。ジェン長官、こちらシア。何が起こった？特殊な空間に迷い込み、古代兵の襲撃に遭いました。無事か？はい、敵はどうなりました？信号弾の発射地点に向かった。奇妙な現象だな。他の隊員にも伝える。
ブラボーに通達。ポニーテールの女を見つけたら連絡しろ。了解。こちらは異常なし。オーバに強い電磁パルス波の発生が予測される。それに備えろ。了解。問題ありません。次の目標は？陣を抜けると裏に道がある。そこに向かえ。何者？
勝てたら教えてやろう。なのね。時間だな、終わりだ。再び肩空格で会おう。シア、ハリケーンが迫っている。その場所から離れろ。ルートは？寺院の裏を抜けると山が見える。そこを目指せ。
張り切れんな。振り返らず走れ。ブラックホールに向かっています。プランを再検討する。少し休め。